なんだこりゃ。サスケ、サクラ、クゾ、やっぱり生きてやがったな。あいつの霧隠れの術よね。待たせたな。また震えてるじゃないか。武者震いだよ。やれ。おお、水分身を見切った。ライバル出現ってとこだな、ハグ。くそー、完全に手遅れたってばよ。どうやら俺の予想を的中しちゃったみたい。霧隠れの追い人中のはどう見たってザブザの仲間でしょ。やだね、ああいうすかしたガキは。あいつは俺がやる。かっこいい、サスケくん。サスケには突っ込まないんだよ。オリジナルの10分の1程度の力しかないにして。だが先手は打った。なに、あんたが手綱の娘か。母ちゃん、出てきちゃダメ。早く逃げなさい。人質は一人いればいい。十。待ちなさい。その子に手を出したら舌を噛み切って死にます。人質が欲しいのでしょう。母ちゃんに感謝するんだな。めえ、いい加減にしろ。さっき試し切りしたバカにだろう。母ちゃん、ごめん、ごめんよ。怖いんだ。悲劇の主人公を気取ってピーピー泣きやがって。あいつはもう泣き飽きてるんだろうな。この両腕で守り通すんだ。僕も強くなれるかな。あんたのその綺麗な肌見てると。早く歩け。待て、母ちゃんから離れろ。そんなことをしたら舌を。うるさい、寝てろ。さくら、手綱さんを囲んで俺から離れる。引き下がってはもらえないのでしょうね。あなたは僕のスピードについてこられない。僕の攻撃をただ防ぐだけ。何こいつ、片手で技術、戦殺推奨。あの修行を。遅くなっちまって悪かったな、ナルトの兄ちゃん。にゃにゃ、お前が奴らを引きつけてくれたおかげで。どうして侍がここに来てるって分かったの。刀で切られたイノシシがいたんだ。それが稲荷の家に向かって行ってたからさ。誰かと思ったら手綱が雇ったダメ忍者か。こんなもんが効くか。くぐー。決まったってば。忍者みてえだ。バーガー。足消えた。俺の攻撃をただ防ぐだけだ。どうやらスピードは俺の方が上みたいだな。サスケは木の葉の里のナンバーワンルー。え、変シャンだよ。目立ちたがり屋で意外性ナンバーワンの。そんなことより、イノリ、お前を泣き虫呼ばわりしちまってよ。お前は強えよ。もう泣かないって決めたわり。イノリ、泣き虫っていいんだぜ、嬉しい時に。泣いてもいいんだぜ。ここはお前に任せて大丈夫だよな。まったくヒーローってのは。わかるか、このままじゃ返り討ちだぞ。なんだ。残念です。これは霊気。秘術、魔境表彰。これは鏡。そう、
あの術が出た以上、あいつはもうダメだ。じゃあ、そろそろ行きますぜ、しましょう。タズナさん、ごめん。少しだけ、ここ離れるね。受け取って！キャッチされた！誰？目立ちたがりやが。ドタバタ忍者。渦巻きナルト、ただいま！俺が来たからにはもう大丈夫だってばよ。だいたいこういうパターンで出てきて、あのガキか。敵の意表をつかなきゃ意味ねえだろ。あの子、こんなところで朝から何をやってたんだ。修行。俺ってばもっと強くなりてんだ。よし、行くぜ。影分身の。しまった敵の攻撃が同士打ちになるとは。相手の正面から術をかけようとするバカがいるか。相手の目を盗み意表をつき裏をかかなければならない。せっかく助けに来たのに。あいつ、ハク、どういうつもりだ。この子は僕に、僕の流儀でやらせてください。手を出すな。相変わらず甘い野郎だ。この傷から見て千本で攻撃されてるのは確かだ。お前を先にやっつけてやっからな。やはりここは俺が。お、変なこと考えるとどうなるか分かってるよな。さくら一人では到底防ぎきれない。どんな戦いをするか見物してやろうじゃ。やっぱりお前ザブザの仲間だったんだな。すみません、君の先生も言ってたでしょ。お前にもそんな余裕はないぜ。君のこと忘れたわけじゃありません。おとなしく倒れていてもらいたかったんですが。いいでしょう、先に決着つけましょう。おいってば。ナルト君、君とはまた後で。何なんだよあいつ。こっちだよ。どうした、どうやって。助けて、助け。どんな手を使ってるんだってばよ。一体どんな技を使っている。全員で同時に千本を投げつけ、単なる分身の術だとすれば、この鏡が奴の攻撃の要であることは今できること。鏡の正体を見極めること。俺が内側、ナルトに鏡の外側から攻撃させてみるしかない。助けに来たぞ。味方の意表をついてどうする。忍びならな、もっと慎重に動け。バカ、バカとはなんだよ。バカとはこうなったら鏡をぶっ壊すまでだ。豪華級の全然聞いてねえじゃ。その程度の火力では解けませんよ。影分身の術よせ。あの術、決定限界か。俺のシャリンガンと同種のものだ。この俺をもってしてもあの術はコピー不可能。こんなとこでくたばってられか。僕にとって忍びになりきる君たちに僕を殺させたくもない。君たちは君たちの夢のために、その人のために戦え。その人の夢を。あなたたちを殺します。武器を。そんな、まさか。かなり消耗してるな。無理もない。だがおかげで見つけたぜ。偶然に決まっている。ナルト、走れ。ここから飛び出して外から攻撃するんだ。できるものか。そこだ、カノン豪華級の術。おそらくあいつのチャクラにも限界が。君の思惑通りにはいきませんよ。これほどの悪条件での戦いは久しぶりだ。サスケとナルトも心配だってのに。考えるんだ。いや、毒を狙ってくる。
遅い。今のは桜の声。私の野郎は何をしている。そう、こうしちゃいられない。なんとかするってばよ。無駄なあがきを。ナルト、立てるか。ナルト、これ以上は無駄にチャクラを使うな。畜生、このままじゃマジでヤバい。目は不思議と慣れてきた。致命傷となる飛行を狙っているの。それどころか、彼はあの仲間を気遣いながら戦って。まさか僕の動きを。何かが見えている。消えた。これ以上はてめえの面倒なんか見切れないぞ。素晴らしい動きですけれど、次で止めます。状況判断能力の全てはもう。落ち着け、集中しろ。完全に見切った。あの両目、車輪が見えた。君も決定限界の力を。まだ不完全。戦いの中でその才能を目覚めさせる。そう長くは戦えない。移動スピードを保つのにも限界がある。彼の読みの範囲に入ってしまう。もう僕を捉えている。あの子を使いおびき寄せる。何？ガードに入るのが遅れたな、カガシ。大層な目を持っててもよ。もっと楽しませてくれよ、カガシ。ガキどもはハクがそろそろ倒してくれ。せいぜいあの世で詫びるんだな。サスケ君がやられる。あいつらの強さを信じて。意外性ナンバーワンのドタバタ忍者。そしてサスケは木の葉の最も優秀な一族。奴の名は内葉サスケ。その体に宿す天才忍者だ。悲劇の一族の通りで成長が早い。ハクのあの秘術を破った者は俺もそろそろ片付けるか。サクラ、こう動くなよ。決着をつけてやる。お前は足でまといたぜ。やったな、サスケ。なんて顔してやがる。うっすらどんかじ。俺をかばって。そんなこと。お金をこせ。てっぺんまで登ったぜ。助けつけた。お前なんか大嫌いだったよ。なんでだってばよ。余計なお世話だ。知るかよ。うかびちゃったんだよ。兄貴を倒すまで死んで黙るかって。お前は死ぬな。彼は罠と知っていながら飛び込んで、尊敬に値する忍びでした。うるせえ。お前なんか手切れだったのに。許さねえ。殺してやだ。なんだこのチャクラは。チャクラ具現化するなんて。望ましいチャクラだ。一体何者。違う、このマガマガジ。まさかカカシにしちゃデカすぎる。ナルト、なんてこった。封印が解けたのか。急がねば。でもあのことは違う。チャクラで吹き飛ばした。
ナルトの封印が解けた。助かった。まだ完全には解けていない。今ならまだ間に合う。お前の流儀に反するだろうが、楽しむのはそろそろやめにしよう。ダメだ、この気抑えきれない。この子には叶いません。ザブザさん、僕は お前はあん時の、なぜやめるんです。僕に殺されたというのに僕を殺せないんですか。さっきまでの勢いはどうしたんです。大切な人じゃないんですか。君には大切な人がいますか。その人の夢を叶えたい。倒すべき敵を倒さずに情けをかけ、僕にとっては慈悲でも何でもない。弱い忍びは必要ない。なんであんな奴のために、あんな眉なし一人だけなのかよ。大切な人がいました。僕の両親です。僕が物心ついた頃、ある出来事が起きた。この地、地だから何が起きたんだってばよ。父が母を殺し、決定限界を持つ人間は忌み嫌われてきた。あるいは祖父母から孫へ様々な争いに利用された挙句、その一族たちは自分たちの力を隠して暮らしました。あの少年も辛い思いをしてきたはずです。僕の母は決定限界を持つ。ねえ母さん見て、ねすごいでしょ。なんであんたまで。しかし、母と僕の秘密。実の父よ、それが一番辛いことだと知った。まるで必要とされてない存在だということです。僕が決定限界の一族と知りながら、知った上で拾ってくれた。お前みたいなガキはのたれ死ぬ。お兄ちゃんも僕と同じ目をしている。誰かに必要とされ、全て差し出せるか。俺のものだ。嬉しかった。今宵限り俺は水の国を捨て、そのために必要なのは何の役にも立たない言葉じゃない。ザブザさんの武器です。いい子だ。すみません、ザブザさん。ナルト君、僕を殺してください。忍法を口寄せ、ロトン追加の術。お前には俺の気配は全くつかめていない。お前は完璧に俺の術中にはまった。あの音は何、一体何が起こってるの。目でも耳でもダメなら鼻で追うま。俺は追尾専用の口寄せの。お前の武器には俺の血の匂いが血中にはまってたのはお前の方だ。お前の未来は死だ。この状況でお前はどうすることもできないよ。ザブザ、少しはしゃぎすぎ。そして追い人の捜索と報復から逃れると、お前はこの俺がシャリンガンだけで生きてきた俺自身の術を披露してやる。アイキー！手に目に見えるほどに。お前は危険すぎ。カズナさんの架ける橋はこの国の希望だ。忍びのやることじゃないんだよ。俺は俺の理想のために、ただこれからも変わらん。もう一度言う。ああ諦めろ。お前の未来は死だ。殺してください。何を躊躇しているんです。そんなバカな話があるかってばよ。お前はそれでいいのかよ。どこがいけないんですか。こんな僕でも期待してくれたんです。ザブザさんは僕を必要としない。僕は君に頼んでいるんです。さあ早く。何を躊躇しているんです。お前がこの世にいていい理由なのかよ。戦う以外でだってよ、他の何かで。そう思いました。君の手を
汚させることになって。それしか方法はねえのか。はい。君はあいつにも夢があったんだ。そう濃かった霧がだんだん晴れてきたぞ。睨み合ってるみたい。あ、動いた。ごめんなさい、ナルト君。僕はまだ死ねません。うわー！俺様の未来が死だ。また外れたな、カカシ。あいつどこへ。いつの間にか霧が晴れてきてるってばよ。どういうことだってばよ。これ、あれはお面の色が変わって飛び込んでくるとは。もう死んでる。見事だ、ハク。まったく俺はよくよくいい拾い物をしたもんだ。こんなチャンスを与えてくれるとはな。許せねえ。ナルト、こいつは俺の戦いだ。ナルト、無事だったのね。サスケ君は。ナルト、サスケ君はどこなの。さくら、よそ見する暇はねえぞ。先生の言いつけを破ったことにはならんじゃ。サスケ、これはもう現実じゃないのね。こういう時は素直に泣いたの。いつも忍者学校のテストで100以上もある忍びの心得を全部覚えて。忍びはどのような状況においても涙を見せぬ心を持つべしって。あまりにもつらい。どうしてだ、なぜついていけない。くそっ。今のお前では俺には勝てない本当の強さってやつを。さようならだ、鬼人よ。これで両腕が使えなくなったな。印も結べないぞ。おお、派手にやられやが。がっかりだよ、ザブ。ガトム、どうしてお前が。少々作戦が変わってねえ。お前にはここで死んでもらうんだ。そこでお前らのような抜け人を雇って手間も金もかからずに済んだんだがな。ただの可愛い小鬼ちゃんってとこだな。カカシ、すまないな。戦いはここまでだ。ああ、そうだな。そういえば私の腕を折れるまで握ってくれた。死んじゃってるよこいつ。何やってんだってば。こらー、よせ。黙れ小僧、ハクはもう死んだんだ。お前ってばずっと一緒だったんだろ。俺たち忍びはただの道具だ。未練はない。本気でそう言ってんのか。やめろナルト。うるせえ。俺の敵はまだこいつだ。あいつはお前のことが本当に好きだったんだぞ。あんなに大好きだったんだぞ。本当に強くなれるものなんです。忍びになりきることは難しい。その人の夢を叶えたい。本当にそうなっちまうのかよ。お前のために命を捨てたんだぞ。それが僕の夢。嬉しかった。そんなの辛すぎるってばよ。こそ
それ以上何も言うな。お前らのためにも心を痛めながら戦う。あいつは優しすぎた。お前らとやれてよかった。忍びも人間だ。俺のだけだ。小僧、来なよ風。仲間のもとへ行きたいなら、ハクと同じところへ。てめえは俺と一緒に楽しみにしとけ。たっぷり確かめさせてやるよ。ハク、もうさよならだ。ハク、悪かったな。必死に生きた男の最後だ。俺は死んだのか。俺はさくら、重いぞ。サスケくん、ダメよ、動いちゃ。それよりナルトは。ナルトは無事よ。私信じてた。あいつ初めから。ナルト、サスケくんは無事よ。ちゃんと生きてるわ。心を痛めながら戦っていた。そうか、あいつ。よかった。クソ忍者だ、豆。せっかくの金づる殺してくれちゃって。ドカーッとやっつけちゃう術かなんかないの。行くぞ。それ以上この島に近づく輩は出しちゃおうかね。何、おめえたち。よし、もう加勢するってばよ。はったりにはなるが、変身の術、私バージョン。終わったみたいだな、カカシ。頼みがある。あいつの顔が見てえんだ。ああ。雪だ。こんな季節に雪が。吐くよ。泣いているのか。ずっとそばにいたんだ。お前と同じと生きてえな。俺も。雪のたくさん降る村で。雪のように真っ白な少年だったの。いけるさ、ザブザ。でもさ、カカシ先生、やっぱこの二人が言ってた通りなのかな。自分の存在理由を求めちゃいけない。それは木の葉でも同じだよ。なんかさ、俺ってばそれ、やだ。そのことに悩んで生きてるのさ、あの子のようにな。よし、ん、俺は俺の人道を言ってやる。まっすぐ突っ走ってやるってばよ。おかげで橋は無事完成したが。お元気でね。お世話になりました。また遊びに来るってばよ。絶対か。泣いたっていいってばよ。泣けよ。泣くもんかい。そう。